WebTV アソプラスは4月16日日曜日に開催される第19回アソマルシェの特集号をお届けします。農業、食、自然の3つのテーマからアソをアピールしようと平成24年4月から始まったアソマルシェ。月に一度はお外で朝ごはんをおキャッチフレーズに、朝早くからの開催にもかかわらず毎回たくさんの方たちでにぎわっています。アソマルシェには開催当時からアソの一品を取り扱う地元の店舗や野菜などの生産者が数多く参加しています。3つのテーマの食では、阿蘇の食材を使って内の巻の料理長たちが腕を振る季節ごとの朝ごはんや、自然では阿蘇の大空に浮かぶ熱気球の登場体験などがあり、また農では水などの資源に恵まれた阿蘇の大地で育った新鮮な農産物が並びます。それではまず農産物を出品する阿蘇アグロスタイルからご紹介しましょう。阿蘇市三久保にある株式会社農業生産法人阿蘇アグロスタイル。無農薬・減農薬栽培に力を入れ、米や大豆、野菜などを生産しています。昨年の4月16日を振り返って、はいはい、当時はどんな状況だったんですか？もう当時はですね、もう何が起きたかもわけわかんなくてですね、で、まあ、会社に来てみるともう建屋はもうぐちゃぐちゃ で田んぼに行くともう田んぼもぐちゃぐちゃで、まあ、これからその会社がですね大丈夫なのかなっていうのはやっぱりありましたね。もう皆さんから電話だったりメールだったり、大丈夫っていう、もうなんか送ろうかとかもそんなんばっかりでですね、もう本当にもうお客さんから助けられてる、本当に実感しましたね、それは。まあ、ちょうど1年になるんでですね、まあ、大体もう全、まあ、大体実はあれなんですけど復旧はしてないんですけど、まあ、やれることはやってきたんでですね、まあ、それでまあできた作物をまあ買っていただけるっていうのが一番嬉しいことなんでですね、多くのお客さんに来てほしいです。はい、アソマルシェでは今が旬を迎えた無農薬で育てたアスパラガス 300g と、冷めても美味しいと評判のお米ミルキークイーン 1kg を産休商品として販売します。インターネットを通じて阿蘇のさまざまな商品を販売しているオンラインショップ阿蘇も、商品の選定やネットの運用、さらに注文に応じた集荷や発送業務も行い、安心安全な阿蘇の一品をお届けしています。またお歳暮やお中元にはその時期限定の商品をラインナップし、ホームページも充実しています。熊本地震後、阿蘇もでは被災した登録店舗が手を取り合って復興支援セットを販売。地震の影響で阿蘇への交通事情が悪化し、観光客などが激減する中、インターネットを通じ全国各地からたくさんの注文をいただき、地元店舗への活力となりました。地震が起きて、でその、まあ、お客さんが阿蘇に来れないんであったら、来れないのなら、じゃあそのネットを使った販売をしようという話を始めて、でその復興支援セットになりましたよね。すっごい反響ありましたもんね。何か応援してあげたいとか、熊本に行きたいんだけどもまだそういう状況じゃないんで、何か熊本の人たちを助けたいっていう思い、全国の思いっていうのがですね、ひしひし伝わりましたもんね、ネットを通して。でその復興マルシェの時に予約来れましたって、阿蘇に来ることできました、でそれまではそのネットの注文でね、買わせていただきましたってありがたい言葉をいただいてですね、だからそのなんていうのかな、ネットを通して応援して、でまあ阿蘇に来れるようになった時にもう足を運んで応援してって、なんか二重三重の応援ですか、それはやっぱり伝わりましたよね。
もうとにかく来ていただいて、そのいろいろ情報交換して、また阿蘇に来たいって思わせるようなやっぱマルシェにしたいし、うん、そういうなんか楽しい場に来ていただきたいですね。4月16日日曜日開催の第19回阿蘇マルシェ、午前7時の開会では、復興バルーンリリースや絞りたての牛乳朝の一杯プレゼント、またうちの巻の料理長たちが作る朝ごはんは500円で提供します。グルメの他にも熱気球搭乗体験や豪華景品が当たるスタンプラリーにステージイベント、さらに正午からはクラシックカーがマルシェ会場に大集合するチェントミリア過密へとのコラボなど盛りだくさんの内容で、今回ご紹介した店舗の他にも阿蘇を代表する名店が赤字覚悟のさまざまな産休商品をご用意しています。甚大な被害をもたらした熊本地震から1年、まだまだ復興の道半ばですが、それでも前を向いて懸命に歩みを進めています。どうぞ元気な阿蘇に会いに来てください。